トルハードル予選第3組のスタートです。終了しました共通女子 100m ハードル予選第1組の結果をお伝えいたします。1着5レーン上沢さん5位時間15秒37、2着4レーン川澄さん阿鼻子15秒70、3着6レーン内脇さん白さん16秒46、風は向かい風 0.4m でした。続いて予選第2組の結果です。1着6レーン横山さん田中13秒85、この記録は大会新記録、そして全国大会の参加標準記録突破です。2着4レーン矢野さん本田15秒14、3着5レーン太田さん本田15秒83。続いて先ほど終了しました予選第3組、1着5レーン栗田さん稲毛時間14秒94、2着4レーン斉藤さん中身15秒03、3着6レーン川村さん阿鼻子15秒80、風は追い風 1.6m でした。そして予選第2組の風は向かい風 0.7m でした。